今押したいね。はい。よ。はい、どうも、ごまごま佐藤です。今ですね、筑西市の無能農園に来ております。私はまだまだ無能ですが、これから徐々に精進していきたいと思います。というわけで早速、トマトの苗を植えさせて いただきたいと思います。はい、こちらがトマトの苗でございます。こんな感じですね。なので深く植えすぎない、マルチと水平だよ。はい。はい、このようにマルチと、ちょっと水平になっていくかどうかはわかんないんですが、まあ、こんな感じで水平に植えさせていただきます。私はそうですね、その農大ではその高糖度トマトの栽培を習いましてですね、まあ、これはちょっと高糖度トマト栽培とはまた違うんですが、あ、すみません、ちょっと深く植えすぎちゃいまして、植えすぎちゃいましたね。失礼しました。今度こっちだよ。はい。大丈夫だよ。あ、大丈夫、そのぐらいで大丈夫だよ。ポイントは、とにかくその水平、マルチを水平に植えることですね。この水平、このマルチの位置に対して、大体同じくらいの位置に水平に植えるということだそうです。そして、では続けていきたいと思います。ある程度深く掘ってから、深く掘んなくて大丈夫だよ。はい、水平で、そんな俺も穴深く開けてないから。水平に植えます。はい、7株あったの？じゃあここだな、もう1株。で、どこに入れて。じゃあ次は支柱を立てますって。次に支柱を立てていきたいと思います。じゃあここで1回止めて、今度は支柱を立てていきたいと思います。ね、この棒の刺すの先端の方を、ああ、そっか、逆だぞこれ。いや、こっちだよ、この2本だよ。それもその逆だけど、あとだろう、鋭利な方を刺さなきゃダメだよ。はい、はい、よし。これ苗に直接、近くでいいよ。まあそこでもいいけど、遠くても構わないよ。あ、1本足んねっか。1本も持ってこい。今持ってくから止めるぞ。はい、はい、はい。こんな感じでですね、まあ、そのトマトとナスの苗をそのね、まあ、その植えて、まあ、そのまあ定植して、まあ、その誘引させていただきました。はい、まあこちらがまずトマトですね。まあここをですね、まあそのまあ縛り、誘引というかまあ縛ったんですけど、ちょっと縛る瞬間をね、まあ、撮影するのを忘れたまま、まあ、このままやってしまったんですが、そこは申し訳ございません。で、こっちがナスですね。まあ、この、まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっと花がですね、まあ、ちょっと咲いてるか咲いてないかっていう、まあ、そういうこんな感じなんですけど、こちらもこんな感じで誘引させていただきました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。できればチャンネル登録もよろしくお願いします。できれば、できればチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。